えー、23歳新卒1年目です。大手家具メーカーに転職して店舗で働いています、えー。本部勤務になるまで店長を経験して10年をかかります。店舗での仕事は単純作業やクレーム処理、またシフト制といったものがあり、モチベーションが頼むつのが難しい現状です。経験がないため、業者への転職もうまくいきません。もともと本部社員の仕事内容に惹かれて入社したため、今の仕事になかなかやる気が言い出せないです。ゆるゆきさんならどうしますか えっと、本部にどうやったら戻れるかですけど多分ん、えっと、10年かかるっていうことはこれから10年間店長をやって本部に行けるかどうかですよねでもう10年我慢できないと思ったらもう早めにやめちゃっていいと思いますよ。<laughs> 要はあの本部の経験がし,かしたかったわけでその店舗で物を売るっていうのをやりたかったわけではないってことですよねただあのその大規模な家具屋に入ったっていうので結局その本部の人たちっていうのも現場がどうやって物を売るか物を売りやすくするかっていうのを知ってないと本部の仕事も何をやっていいか分かんないっていうのがあると思うんですよね要はその本部やりたいですって言ってもいやいやお前じゃあその売れる家具ってどうやって作るか知ってんの っていうのになると、じゃあその売れる家具ってどういうものっていうのを考えてデザインして発注してで各店舗におろすなんですけど、じゃあ各店舗の人がこんなもん売れねえよって言われたら、もうどうしようもないじゃないですか。なので、各店舗の人が売りたくなるものってどんなものなの？っていうのが現時点で分かっててこれですって言えるんならいいんですけど、そうじゃないんだったら、やっぱ現場を経験した方がいいと思うんですよね。 で例えばその本部の人がすごくいい商品だと思っても現場に行くとマジックひどいっていうのがあったりするんですよね。あの最近だとセブンイレブンのコーヒーの機械かなんかであのレギュラーとラージのボタンで R と L っていうのがあるんですけど で、それが右左にあると、普通の人って、それ、あの、右のライトとレフトで判断することがあって、この、レフトとライトはどっちを押せばいいんですかみたいになっちゃうんですよ。っていうぐらい、あの、クソデザインの、あの、コーヒーマシンがあるんですけど、でも、あれって本部の人が決めて、なんか、有名なデザイナーがデザインして、で、その、なんか、おしゃれだろう、ドーンってやって、もう、で現場に来たけど、こんな分かりづらいのダメだっつって、もう、テプラ貼りまくりなんですよ。 レギュラーってカタカナがいた黄色いテプラペタって貼ってで、で、こうラージっていうのペタって貼るみたいになって、そのテプラペタペタになったりするんですけど、っていうのが結局その現場がわかんない人が物作るとそうなっちゃうんですよ。なので多分それの発注した人がもうあの本部の中ではクソ野郎扱いされてると思うんですけど、っていう感じで実はその現場で物を売るっていうのの積み重ねが、その大きな企業の本部が成立する条件なので、なので僕は現場をおろそかにする人っていうのはあんまり施術性はしないんじゃないかなと思ってます。